なんで、じゃあ久保田さんどうぞ。はい、ありがとうございます。私は上田さんと一緒にですね、実は OSS 推進、OSPO と呼ばれるところで働いてますが、今西さんは、少し今西さん、自己紹介ってしていただけますか。はい、ソニーコーポレーションの今西です。私は、まあ、ネットワークとかセキュリティ関係の、まあ、技術開発をやってて、まあ、今回、久保田さんにシグストアっていうプロジェクトが立ち上がったよって情報を聞いて、あ、なんかちょっと面白そうだなと思って少し調べてました。でちょっと皆さんに共有できたらなと思ってます。はい、ありがとうございます。じゃあ、始めますね。まずシグストアプロジェクトですけど、2021年の3月9日これかな、こちらですね、Linux ファンデーションのスプリングメンバーミーティングで発表がありました。で、これソフトウェアの来歴と完全性を証明するサービスということで発表があったんですけど、いわゆる無料の署名サービスです。で、そちらを使うと、無料の、まあ、証明書である、なんだ、レッツエンクリプトかとかと同じで、ソフトウェアに対するパッケージに対する署名を無料で行うことができる、そういった、サービスが立ち上がってます。で、これもともと皆さんもご存知だと思うんですけど、現在のソフトウェアパッケージのサプライチェーン上の課題っていうのが多く存在してます。で、ソフトウェアの電子署名を行ってやられてるところがほとんどだと思うんですけど、それに対するキーペアの管理をそのメンテナーの方々とかパッケージングされている方々が管理していかなきゃいけないであるとか、でそれを用いて作ったというか発行していただいた証明書をどうやってこう何年単位で更新していくか、でもしまあ鍵漏れちゃいましたっていう時には執行のプロセスを踏んだりしなきゃいけなくて、でそういったことを安定して運用していくっていうことが非常に難しいと。でご存知の通り、なんだ、ソフトウェアのダイジェスト等々をサーバーに公開している場合も多いんですけど、ダイジェストのすり替えとかですね、あとはユーザー、まあ、メンテナーの方々への標的型攻撃等々も多く受ける可能性があるということで、まあ、そこに対する回答の一つとして SIG ストアというプロジェクトが立ち上がってきています。で、SIG ストアの特徴なんですけど、透明性を持ったログ管理サービスっていうのが一つ。それからプライベート CA になるんですけど、PKI を使って、その二つを提供されています。一番大きいのが、そのプライベート CA から発行される証明書、これの有効期限がたった20分になってます。で、これを20分にすることで、実はその自分たちでメンテナーの方々が管理するような鍵の管理、あとは証明書の執行手続きですね、これをかなり手間を軽減しているということになってます。で、最後にじゃあ証明書発行するとき、各個々人に発行されることになると思うんですけど、それはどういうふうにセキュリティを担保するんですかっていうところで、OpenID コネクトを使いましょうということを特徴とされてます。で、この OpenID コネクトと、それから透明性を持ったログの管理サービス、あとは PKI、プライベート CA を提供することによって、無料の署名サービスを安全に提供しようと、そういうことをされています。で、じゃあ、署名ってどういうふうに行ってるんですかっていうところまでの説明がここになります。一番最初は、これちょっとあと、今の実際の実装は少し違う流れになってるんですけど、理想的にはこうなりますっていう説明です。で、まずですね、SIG ストアで、署名をするようなクライアントツール、コマンドラインツールがあります。で、ここから SIG ストアの CA に対して証明書が欲しいよって言ったときに、じゃああなたを認証したいから OpenID プロバイダーに対して、認証してもらってくださいっていうような形でリダイレクトされます。で、そこで OpenID を用いてサインインをすると、そこの ID トークンを持って、証明書を発行してもらうことになります。まずは OpenID を用いてサインインします。
で、オープン ID で確認できたユーザーに対して、シグストアクリは、20分の証明書を発行してもらうための、ショートリブドキーペアを生成して、そこに、で、シグストア CA、ファルシオというところに公開鍵を登録しに行きます。で、その公開鍵と、それからさっきの OpenID プロバイダーから発行された ID トークンの E メールアドレスですね。そこを持って証明書をファルシオは発行してきます。で、ここまででセキュリティ結構担保されていて、OpenID の機構を用いることによって、そのユーザーが証明書を発行するタイミングで確実に存在していたことっていうのが担保されます。で、もう一つは OpenID コネクトを使うので、ワンタイムパスワード、それからマルチファクターオースとかツーファクターオースがベースに最近はなってきているので、そういったセキュリティ機構、既存のセキュリティ機構が使えることが非常に大きなメリットになってきています。で、ここまでで、サインをする人のためのキーペアと、それから、シグストア CA から発行された証明書がユーザーさんの手元に、証明者の手元にあるので、あとはアーティファクトですね。例えばこれはコンテナイメージでもいいんですけど、ここのハッシュを取って、で、先ほど発行された証明書、それから自分自身が持っているプライベートキーの方ですね。これを使って署名をします。で、その署名されたものを、先ほどのアーティファクトに一緒にアタッチして、相手先に送る。もしくはパッケージマネージャーに登録する。そういうことをやって、確かにこの署名が行われたときに、誰がサインした人は、の E メールアドレスは確かに存在しています。そういうところまでは、セキュリティ、担保されます。で、おまけとして、もしですよ、これサインして、パッケージングして、サインして、登録しましたって後に、鍵なくしちゃいましたとかっていう、あとは、鍵もしかしたら取られてるかもしれませんっていうことになったとしても、実は20分しか有効じゃない証明書なので、これ、なくなったのが20分以降であるとするなら、もしくは、このシグストアで、ここのサインの記録とかですね、この証明書ってすべてシグストアの後でちょっと説明するんですけど、透明性を持ったログサーバーにすべて登録されているので、キーペアがなくなってしまおうと、紛失してしまおうと、ここの証明書のリボークっていうのは必要なくなる。そういうメリットも発生します。で、サインした後はじゃあどうなりますかっていうところがこの図になります。で、ソフトウェアの開発者は署名をつけて自分たちのパッケージを、どこかにアップロードします。で、その時に、こういったものを署名しましたっていうのをリコールっていう、これもシグストアが提供するサービスに登録しに行けます。で、リコールはフロントエンドの API サーバーになっていて、その裏には Google が開発した透明性のあるログ管理サーバーが配置されています。で、これトリリアンっていうものがあって、そこは証明書の透明性ですね、サーティフィケートトランスペアレンシー、RFC6962 で定義されているものと同じソフトウェアを署名に転用するという形で、ここにトリリアンサーバーが置かれています。で、リコールに対して、署名をアップロードした場合には、その署名と証明書をすべてトリリアンの方に、保管していると。そういう動きをします。で、そこまでやると、今度は、そのソフトウェア、パッケージを使う側のユーザーさんは、リコールのクライアント、これもコマンドラインツールなんですけど、これを使って、自分が受け取ったパッケージは、確かにこの人が、署名したものですよ。っていうところで、ソフトウェアの署名をログサーバーを通じて確認することができます。で、もう一つ、パッケージマネージャーをメンテナンスされている方々は、不正な作成者のソフトがアップロードされていないかっていうのを、同じくリコールのクライアントで管理する。そういうことができるようになります。で、あとは、そのバックエンドに存在する Google のトリリアンなんですけど、シグストアのバックエンドは、トリリアンっていうログサーバー、配置されています。で、これマークルツリー、ハッシュツリーと電子署名を使ってログの改ざんを困難にするサーバーソフトウェアになっています。で、これ、今は
どこで使われてるかっていう単位ちょっとまだ調べてないですけど、ユースケースの一つとしては証明性の証明書の透明性確保です。ITF の RFC6962 で定義されている、サーティフィケートトランスペアレンシー、SCT、ウェブの証明書とかを見ると SCT 入ってるものがもう最近はほとんどだと思うんですけど、そういうところのバックエンドサーバーとして使われています。で今回の SIG ストアはファルシオから生成して提供する証明書の透明性だけではなくて、ソフトウェア署名ですね、そちらの透明性確保のために応用している、そういう形になっています。で証明書の透明性って何ですかって話なんですけど、これも今まで証明書これ正しい方から正しい人から発行されてるんだっけっていうようなところ、まあ、なんだろうな、HTTPS が通常用いられるようになってきたんですけど、これ証明書本当に正しいのっていうところが課題になってきていて、でかつ認証局側の誤発行とか攻撃者による不正な発行っていうのが課題に、まあ、最近はなってきてました。でここにも書いてあるんですけど、2015年のシマンテクの子会社が内部テストで Google の EVSSL 証明書を勝手に発行していた。で、これ Google のサイトじゃないよねっていうので、この時もやっぱり後ろのですね、ログサーバー上にこの EVSSL 証明書の発行記録が残っていたっていうところで、まあ、発覚した。そういう経緯があります。で、この中身の仕組み自体なんですけど、認証局が証明書を発行するときに、ログサーバに私は今から、証明書を発行しますよということをログサーバに送っておいて、でログサーバで署名をしてログサーバ上に残しておく。でブラウザ側はサーバ、その SCT 付きの証明書を認証局が発行する。でブラウザはそのサーバー証明書を検証するときにはちゃんとログサーバまで見に行って、あ、正しく発行されているものですね、正しくログサーバーに記録されているものですねっていうので検証可能の、その証明書が正しくその正規の発行手続きを持って発行されているものだねっていうのを確認するために使われています。でこれ、まあ、データはさっきの例にもありましたけどハッシュツリーを使って署名を行うということが用いられています。でここからは実際の SIG ストアのソフトを確認しながら見ていくことになって、ま、やってました。で、SIG ストアの現在の構成って、リポジトリ構成なんですけど、コサインっていうコンテナのサイニングのツールが一つ。それからリコールっていうさっきのログサーバーのフロントエンドの API サーバーが一つ。で、プライベート CA として動くファルシオっていう、まあ、その3つが現在の主なコンポーネントになっていて、で、まあ、バックエンドにトリリアンっていうものも存在しています。で、ただし、コサインってコンテナ専用の署名ツールとして実装されています。で、そこにですね、SIG ストア、SIG ストアという、これですね。SIG ストア、SIG ストアっていう汎用の署名ツールっていうのが、CLI ツールとして実装されてきています。で、もちろん、現時点では、ここには、not ready for use yet って書いてあるように、まだまだサンプルであって、実用できる段階ではないんですけど、これ、ソースコードの行がですね、すごく小さくて、どういう実際の動きをしているかっていうのは見ていくのはすごく簡単に見ることができます。で今後もしこの SIG ストアを追っていかれる方はここのコマンドラインツール見ていくとすごく分かりやすく追えるかなと思ってます。でこれ順番に見ていくと一番最初にこのクライアントっていうのが SIG ストアクライアントだと思ってください。で、これ一番最初 SIG ストア YAML に OpenID コネクターのプロバイダーの URL とかを記載しておくと、設定ファイル読み込んで、そこの
URL につなぎに行きます。ただしそこの YAML ファイルのフォーマットです、ね、どういう設定があるかっていうのはまだまだドキュメントにもコードの中にも記載がなくて、一つずつここで使われてるからこういう設定書いとかなきゃっていうのを追っていかなきゃいけないので、ちょっとそこは見ていくのは大変かなと思います。で、実際に署名していくっていうところはそのシグストアリポジトリのコマンドのサイン GO っていうコマンドのサイン GO っていうここのプログラムが実際の署名プログラムになってます。で、ここもう上から順番に流れていくだけで、まあ、たかだか150行ぐらいなのですごく分かりやすいと思います。で、一番最初は署名ファイルのマイムタイプ判定をしています。で、汎用の、なんだろうな、汎用のツールとはいえ、まだまだ署名できる、署名できるものに、制限がかかっています。で、署名できるところが制限がかかっているので、今は、テキストプレインと、それから圧縮ファイルへの署名しかサポートされてないです、ね。ここかな？実際には、ここでサポートされる JAR と、あとは GZIP、あとはテキストプレイン。このあたりしか、少しサポートされてない。で、その後は、OpenID コネクトを使って、認証に走ります。で、その認証が通ると ID トークンが返ってきます。で、ID トークンをシグストアクライアントが検証して、その中から E メールアドレスを取得します。で、このタイミングで OpenID コネクトの認証が通っているので、このクライアントを操作している人は確実にこのタイミングで E メールアドレスを持っていますということが担保されます。で、E メールアドレスが取得できると今度は署名用のキーペアを生成します。で、端名の公開鍵と秘密鍵を生成して、先ほどの E メールアドレスを使って証明書の発行リクエストを送ります。で、そうするとファルシオは有効期限20分の端名証明書を発行します。で、それと同時に、その発行、これから発行しようとしている証明書をトリリアンに保存しています。で、証明書が発行されます。で、ここまでで、キーペアと証明書が手元に出来上がって、そのタイミング20分以内に、リリース対象のソフトウェアに、ハッシュを、署名を生成します。で、電子署名されたものを、今度はリコールに、アップロードして、で、リコールはその電子署名アップロードされた電子署名を同じように先ほどの証明書と紐付ける形でログサーバーの方に保存をしていきます。で、ここまでやると、署名が終わる。あとはこの署名されたソフトウェアを、まあ、先方に送る、パッケージリポジトリに登録する、そういう形で動いていきます。で、シグストアと現在行われているような署名の比較になります。認証局は、シグストア側はプライベート CA です。で、もちろん、今、現状署名で使われているようなものは、パブリック CA を使われています。で、証明書の価格なんですけど、シグストアはもちろん無料です。で、パブリック CA を用いているような、既存の署名の方法だと、大体、まあ、高い、安い、あるんですけど、1年で200ドルぐらいかかります。で、これ、間違えてもらうと困るのが、レッツエンクリプトとかの DV 証明書、あれはサーバーが存在しているか、インターネット上に存在しているかっていうのは、ドメインバリューの検証に使うためだけの、証明書っていうのは無料で、もちろんレッツエンクリプトとかを使って利用できるようになってるんですけど、まあ、各個人が使うような署名用の証明書っていうのは、
今はまだお金を払って購入して使うっていうような形になってます。で、証明書の有効期限ですけど、シグストアは先ほども言ったように20分。で、対して今、署名で使われているような証明書は1年から3年です。で、認証局に対する信頼性、ここは少し検証が必要で、認証局、あとログサーバーですね。そこが正しく運用されているかどうかっていうのは、今、シグストアからは分からないです。例えば、ファルシオはシグストアプロジェクトが運営してるんですけど、そのファルシオ、プライベート CA の運用が正しく運用されているか、第三者監査を行っているかどうかっていうような形の、プレスリリースとかですね、そういうのはないんで、もしかすると、誰か全然知らない人が認証局を乗っ取ってしまってるんじゃないかとか、そういう観点で少し信頼性があるかどうかは、これから検証していかなきゃいけないんじゃないかなと思います。で、もちろんパブリック CA は、第三者監査を行っていかないと、運用できないので、そこに対しては今までの方が安心感があるかなと思います。で、一方でここを、少し楽にしているのが、秘密鍵管理ですね。署名を行う人っていうのは、プライベートキーを、証明書をリボークするまでというか、執行するまではずっと自分自身で管理していかなきゃいけないんですけど、これシグストアのモデルって署名を行うたびに証明書を生成して、で、鍵を生成してっていう形なんで、もう一回署名終わったらもう全部捨てちゃっていいんです。なので、ここは管理をしなくていいというところで非常にメリットがあります。で、同じ理由で鍵が漏洩した時も20分以降であれば、もしくは20分以内であったとしてももう一度署名してしまえばいいだけなので、リボーク、証明書ももう全くリボークもしなくていいので、こういうところの管理、運用の手間っていうのがすごく下がってるかな。で、あとはもう少しセキュリティレベルを上げる対応としては、じゃあタイムスタンプ打っていきましょうかっていうので、シグストアはこちらのタイムスタンプを使っていくっていう方法もあります。で、今だと、その、タイムスタンプを運用するために、天野さんっていうところで、ワンスタンプ8円で、運用していきます。で、最後はそれぞれのセキュリティモデルですね。で、シグストア側は、OpenID コネクトのトークンが電子メールアドレスの所有者の証明であって、であとは、すべての署名と証明書、署名したログですね。で、あとは証明書登録。で、それを、インターネット上に公開してあります。ので、クライアントは、じゃあこの署名正しいのって検証するときには、すべてログサーバーに問い合わせて検証を行うという形になります。で、ここはちょっとクライアント、その署名受け取る側がインターネットにつながってないかどうかっていうところ、つながってない場合は検証できないので、そういう点では少しビハインド。一方で今までの署名っていう点だと信頼されたパブリック CA から発行された証明書を使って証明を行うっていうのがセキュリティモデルの裏にあってでその証明書の検証っていうのはもともと OS に入っているルート CA のリストあとはそこからチェインされている証明書リストですね認証局の証明書リストを使って検証していくっていう形でセキュリティを担保しているそういうモデルになっています。最後です。シグストアは Linux ファンデーション傘下のプロジェクトとして起こされました。で、ソフトウェアの来歴と完全性を証明するサービスです。で、簡単に言うと無料の署名サービスを提供します。で、その技術的な内容っていうのは有効期限20分の短命証明書と透明性のあるログ管理サービス。で最後に OpenID コネクト。この3つを組み合わせることで、ソフトウェア開発者の秘密鍵及び証明書の管理コスト、これを低減しながら、ソフトウェアの来歴証明が可能な状態にしています。で、あと2つはちょっと今後、私とあと、ちょっと用事があって今西さん抜けちゃったと思うんですけど、2人でちょっと見ていこうかって言ってるのが、シグストア運用のやっぱり第三者監査を行っているかどうかっていう記載が今のところないので、これどうやって正しく運用されていくのかっていうのはもう少し調べたいなと思ってます。で、あとはですね、現状はコサインっていうツールにもある通り、今はコンテナに対する署名だけ利用可能になってますが、この私は実はオープンチェーンっていうところで、
SPDX ワーキンググループっていうソフトウェアの SBOM っていうソフトウェアビルオブマテリアルズっていう SBOM のドキュメントっていうのの、ワーキンググループにちょっと顔出してます。で、こういうところで、その SPDX ドキュメントに署名しなきゃねっていう話が最近ちょっと盛り上がりつつあるので、鍵管理の難しいようなですね、こういったアーティファクトに対して汎用署名としてどうやって応用していくのがいいのかなっていうのを少し考えていきたいなと思っています。はい。発表としては以上になります。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。また、何か、ディスカッションであるとか、質疑応答であるとか、どんどんやっちゃってください。大丈夫ですかね。この手の時って会合によってはでは質問のないみたいなんで、じゃあ司会者の方から 2,3 問とかいうふうにやるのはよく何か某大学なんかで見られたりするみたいなんですけれど、そういうこと一切やりませんので、何かありましたらぜひ遠慮なく。鍵管理しなくていいのはありがたいですね。それは今だとパッケージだったりすると、GPG の鍵とか管理してるので、そうなんですよ。ここら辺もね、どれくらいじゃあちゃんとやってるのかとか安心なのかと言われるとね、っていうそうですね、もともとやっぱりコンプライアンスないだろうとか言えないんでね、はい、そうなのでやっぱりそういうところが、これレッドハットとそれからグーグルとあとパデュー大学の方かながファンダになって始められたプロジェクトで、やっぱりそういうところ大変だよねっていうところが出発点になってるので、パッケージメンテナーの方々にはすごく有効な仕組みになるんじゃないかなと思ってます。ただそれをどこが動かすのっていうのが結構肝にもなるし、どれぐらい大変なのっていうのもあるかなって気はするんですよね。そうですね。自前で動かさないでどっか他のと動かしてるのをやりましょうねって話すると、それはそれでいいのかって話になっちゃうので、難しいなっていう。確かに。一応 Linux ファンデーション参加に Intto っていうプロジェクトと、はい、もう一つ TUF でしたっけ、この2つが立ち上がっていて、こちらはアップデートの仕組みをどうやってセキュアに保っていきますか、こっちはもうソフトウェアのサプライチェーンをどうやって、セキュアにやっていきますか、まあ、全体の包括的な活動が行われているっていうのが書いてあって、さっきの SIG ストアはこれらのプロジェクトに対して無料の証明書サービスを提供しますと、そういう立ち位置ですっていうふうに書かれてます。どうしても僕はデビアンの立場から言うと、他のところが動かしているサービスを、はい、に全部依存しますよっていうと、えってなっちゃうっていう部分があって、はいはい、無料か無料じゃないかではなくて、それって他のとこが動かしてるサービスなんだよね、っていう、自前じゃないとまずいんじゃねっていう、ことになっちゃうので、そうすると あれと同じですね、GitHub なんかと同じですね、GitHub 上でリポジトリ作ればいいじゃん、オーガニテーション作ればいいじゃんではなくて、そうではなくて、はい、自前で、GitLab を立ち上げて、そのホストをホスティングしていきましょうみたいな立ち位置になっちゃうので、そういうのが、まあ、簡単にできるんであればまあいいんだけど、大変だとしたら移行するのは大変そうだなみたいなのはあるかなと。あと併用の移行期間みたいなものが多分できるんだろうな、どうやるんだろうな、こんな大変なこと誰がやるんだろう、みたいな確かに。いや、既存のモデル自体はその良くないところがたくさんあって、解決、これだと解決できるのは分かる。じゃあその移行するって結構えいやって力がいるので、誰がやるのっていうのはなかなか、誰がやるんでしょうね。そうですね。という感じですね。はい。はい、それこそ企業からファンドしてもらって、工数割り当ててやるみたいなのが
ボランティア組織だったら必要かもしれないなと思いますね。はい、山根さんのサポートするコメントが入ってて、デビアンそうなりますよねって言ってくれた人がいます。チャットで。でしょうね。めんどくさいんですよ、いろいろ。まあ、確かに、ここら辺っていうのは。ただ僕はこのシグストアの発表を、スプリングメンバーミーティングの時に初めて聞いた時に、ちょっとあっとやられたなって感じがしたのが、今までなんか GitHub とかに頼っちゃってて、ああなんか自由に使えてるもんだと思ってたけど、こういう形でやっておかないとリベラルじゃないなっていうふうには思いました。まあ今も実際は Google に移動しちゃったりとかそういうのはあるのかもしれないけど、まあ、GitHub は GitHub で、うん、あれ結局そのプロプライエタリーなサービス無料で使えるようなので、まあそこはまあ立ち位置によってはやっぱりオープンソースプロジェクトというかフリーソフトウェアよりのプロジェクトはやっぱ避ける系には、ディストリビューションとか特に古い系はね避ける傾向にはあるかなって気がしますと、GitHub エンタープライズを会社で使っている私は言いますとGitHub エンタープライズの中にデビアンなんでよろしくねと、はいなるほど。そういうことか。はい、他はどうでしょうか。はい、じゃあ、久保田さん、あともう一方、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。非常に興味深かったです。ありがとうございます。はい、これで、今日は、